東海道の小坂井から分岐し、ここを起点として、平坂港に至る約40キロメートルの街道である。三河南部海岸地帯を横断し、三河木綿や塩を運ぶ主要な通商路であった。東海道の小坂井で西へ分岐し、愛知県道384号小坂井水戸線を進む。途中、JR 東海道本線で、平坂街道踏切を渡る。 県道をそのまま JR 東海道本線愛知水戸駅方向に進み、駅前で南西に折れて国道23号方向に進む。大塚の町並みを通り抜け、星越峠を大きく越して、三谷に入り、蒲氷の市街地を横断する。途中、竹屋で、はず街道との分岐点があり、平坂街道は、町海橋通りを潜って、福岡方面へ行く。 上六栗、桐山、隅、平原などの山間の集落を通ると、駒場で平道と交わる。高原橋を渡って八つ面山の南麓を通り、熊路では、とろ西尾の道と交わる。三河の小京都と呼ばれる、西尾の町並みを通り抜け、重先から羽塚を通って、平坂で終点である、平坂港にたどり着く。平坂街道は、 ガマゴリ市の大塚から三谷に至る間の星越峠を大きく峠越えする。星越峠の南にある星越海岸沿いに国道23号が整備され、また星越峠に国道247号の星越バイパスが切り通しで作られると、幹線である平坂街道は次第にこの区間での交通量が減った。大正期の羽塚には入馬車、 第8車などを製造する車屋が4軒あって、街道を往来する車はここで製造、修理された。平坂街道の南側には、並行するように、名鉄平坂支線が敷かれていたが、1960年に廃線になった。矢作川下流佐賀に東800メートルに位置し、国道247号沿いにある。平坂港は、 江戸時代に西尾藩の外交であったばかりでなく、西三河各藩の年貢米の積み出し港でもあったので、港には米蔵が立ち並び、常に多くの妊婦が積み荷を扱っていた。三河木綿などの特産物も,も平坂港から江戸へ送られた。明治になり、年貢米を江戸、大阪に運ぶ必要がなくなったことが港を衰退させた。現在は護岸整備が行き届き、 港の左右はコンクリートの堤防ができている。港に漁船が点々と係留していて、当時の面影はない。かつては、平坂港から西尾駅まで名鉄平坂支線が運行されていたが、1960年に廃止されている。平坂街道南の海岸地域は古来より製塩業が盛んであった。大塚潮は平坂街道を東に行き、 小坂井から、稲街道を通って、新州稲に運ばれ、相場塩、生田塩などは、平坂港で船積みされ、矢作川を北上して、岡崎城下で降ろされて、足毛街道で運ばれた。いわゆる、潮の道としての太平洋側からの潮の起点は、三河南部海岸地域から発するものであった。ありがとうございます。